ドデッキ Q&A、 既存のバラを移植せずにその場所にウッドデッキを作ることはできますか？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。既存のウッドデッキの脇に大きなバラが生えていますが、このウッドデッキを作り変えるのはバラを避けないとならないですね。そうなんです。バラを移植しないとこのウッドデッキは作り変えられないっていうふうに他の業者さんが言ったそうです。ですからこの既存の位置からバラを、ただこのバラがですね、ものすごく太いバラなんですよ。もう直径で5センチぐらいのすごい太いバラで、何十年も経ってるバラなもんですから、まあ移植を単純にしたらまず枯れちゃうんじゃないかなということで、他の業者はもう施工無理不可能ということで逃げちゃったらしいんですね。で今回うちの方ではそれが移植しなくてもこのバラを使いながら、ウッドデッキを広げられるというふうにお客様にご提案して、その通り随分広げて、ウッドデッキを作ることに成功したんです。で、まあ、それはちょっと、うちは母体が、もともと造園関係の仕事をやっている技術がありますので、この大工の技術と造園の技術を融合させて、バラは移植せずに、同じ場所で、生やしたまま、広げたというような、そういう施工事例ができました。ご視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ガーデンリノベーションのサイトを、PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。hastings-classic.com で検索してください。フリーダイヤル 0120-041-301。お電話お待ちしております。